各放挙は中華民国の軍人。国民軍、国民革命軍に属し、後に南京国民政府に参加する。さらに、国境内戦期には一時的ながらも中国共産党陣営に属した。陽明は務む。字は当初。健康諸我門の役人の家庭に生まれた。しかし各放挙の父は、アヘン救により大敗し、 家庭も貧窮に陥ったとされる。核は当初学問を志し、落葉の勝率、第四四範半学校を卒業した。1922年5月、核は一転して、当時の河南特軍、氷玉省の軍に加入した。核は、軍内で次第に昇進していく。1925年1月に、氷が西北編貌特軍としてカルガン口に駐屯すると、 核もこれに追随する。同年11月、核はソビエト連邦に軍事留学し優秀な成績を上げた。帰国後、兵が国民革命軍の北伐に行すると、核は軍港を上げ、1928年5月、第二集団軍、第二軍参謀長に抜擢されている。しかし翌年春に、兵玉将が 紹介席との戦いを開始すると、各宝居は、氷の劣勢を見て逃亡し、鄭州に逃げ込む。1930年10月、チャンス省北部に駐屯した、旧道領の領下に曳引きる、第25祖事軍に加わり、葬式部参謀所長に任命された。さらに、ソ連留学時代の道学である、が正し官のつてにより、乱医者にも加入している。 その後、核は、両と対立して一時罷免されたが、ガの手はずにより、1933年8月、第30軍参謀長に任せられた。しかしその後も、核は、両の第25祖地軍から、軍の引き抜きを図ったり、針を失脚させようとしたりするなど、問題行動が多かった。そのため上司である、第30軍軍町村連中は核を罷免し、 陸軍大学第14期での再訓練を命じている。日中戦争勃発後の1938年4月、各法拠は、が正し間の推薦により、西安に駐留する、第34集団軍総司令子総難の配下となった。翌年6月、第27軍参謀長に任命されている。ところが、各は子に対して、不満の言動をばらまき、 さらに私生活上も問題が多かった。そのため、ついに子により核は収監されてしまった。木を見て脱走した核は、水炎症政府主席封作議惑下となり、しばらく変大五軍、副軍長兼民衆動員葬式となる。1940年3月からは、核放挙は、南京国民政府の修復会と、密かに連絡を取り始めるようになる。 1941年、核は、南京へ赴き、南京国民政府への参加を正式に宣言した。核は、南京国民政府の宣伝部長、林、柏生と、ソ連留学時代の同学であった。そのため林のつてにより、核は、王朝名夫人陳壁君から侵入されるようになっている。同年7月、核は、 第一集団軍参謀長に任命され、チャンス省北部の大衆に駐屯した。翌年8月、中央陸軍商工訓練団教育長に任命され、10月、軍事委員会3参部観光所部官庁に移動した。1943年9月、各は、素順特別区行成長関係保安司令に任命されている。 11月、中女州水税主任公所主任も兼任した。1944年1月、行政区画の調整により、Y 会省が設置されると、引き続き、各が省庁を務め、また、第6祖軍軍葬式も兼ねた。日本敗北後、各放挙は、紹介席の国民政府に投稿する。国境内戦の前哨戦として、 核は1945年10月から9代6素寺軍を、引き色南海方区に向け攻撃を開始した。ところが翌年1月、核は、突然、三島省、県中東中の加藤や戦軍司令官、陳記を訪問して、中国共産党への疑義を宣伝した。国民党軍劣勢の状況を悟り、また共産党からの働きかけもあったためである。その後しばらく、 核は共産党陣営の指揮官として活動する。ところが1年後の1947年1月、核放棄は今度は反共宣言を発する。海舟で国民党側に復帰した核は即座に老海戦闘誕の解放区に向けて進行した。しかし人民解放軍の反撃も迅速で、翌月、核は早くも軍を殲滅され、捕虜とされた。 核は、賃貴との面会を求めたが、賃は核に会うなりその配信行為を厳しい言葉で非難したとされる。同年4月、核放棄は北方へ護送される途中、木を見て逃亡を図った。しかし中途で、敬語辞任に発見、射殺された。去年45、ありがとうございます。